さん3つもあるんですか。ドラゴンだ。暑いね。何でもプラスに変えられますよ、サウナに入れば。But nothing makes sense anymore。 皆さんこんにちは、花山瑞希です。今日は千葉県の流山市にやってまいりました。あいにくの雨ですが、私がずっとずっと来たかった、あの親方がプロデュースしたサウナがあるっていうので、都内から車で1時間弱ぐらいですかね、で着けました。じゃーん、大きいですよね。龍泉寺の湯スパメッツ大鷹、行ってきます。早速特別に水着で女湯の方に入らせていただきます。それでは行きましょう。広い。待って、広い。何これ。サウナがすぐ目の前にある。入ってすぐサウナ。見てください、最近ハマってる電気風呂があります。こんなに大きな船あるんですか。楽しい。じゃーん、わー、何ここ、すごい。すごい雨なんですけど、ここが外気浴スペースだ。整いベッドがある。あ、こっちにもサウナが。サウナ3つもあるんですか。すごい。ここはアロマソフルトサウナだ。塩サウナですね。ミスト系かな。ジオンロウリュ。サウナだけではなく、ソルトサウナでも思いっきり発汗しましょう。うわ、女性には嬉しい。こっちはあのすぐあったサウナと何が違う。水深部がこれ125センチ。これはもう深いです。立って入れるやつだ。こっちはメディサウナ、何だろう、メディテーションサウナ。おー、集中できる感じのサウナですね。これ迷っちゃいません。サウナまで行くのに時間かかっちゃうし、何ここ、楽しい。旅行来たみたいな感じで楽しいですね。ホタルの温泉、見てください、ホタルみたいになってるよ。ちょっと想像以上のお風呂の多さにびっくりしてます。施設自体も大きいし、まあ、本当とにかくお風呂こんなに数があったら混雑しててもゆっくり入れそうですね。何から行こう。素敵です。ライティングの感じなのかな。高級温泉宿泊しに来たみたいな感じじゃないですか。炭酸泉の健康効果、入浴して数分で血管の広がり、血流が流れやすい。滞ってるのに炭酸泉で血流を良くしたい。あー気持ちいい、入りたい。お風呂がいっぱいで迷っちゃいますね。サウナも3つあるし、どういう配分、時間配分で回ればいいんですか、ここ親方。教えてください。さあ、やってまいりました。サウナの中に入っていきます。
sleepless nights and wondering. There's things in life you simply need to know. えいちゃん、あ、気持ちいいよ。まだまだ入りたいところなんですが、サウナの方に行きたいと思います。歌を忘れてずっと入っちゃうので、じゃあ早速ドラゴンサウナ行きます。おい、はい、うわ、うわうわ、本当にこれどうしよう。え、すごすぎない？広さにびっくり。もう一個最初、わお、正面見てよこれ。サウナストーブ5つありますよ。すごくないですか？なんかこんなにストーブもたくさんストーンあるから、ストレートにこう直球で来るのかなって覚悟してたけど、湿度高くてしっとりもしてて入りやすいですね。ん？何？え、何？ここの椅子の木を切り取ってここに、こっから樹液が出て木の香りがするんだ。だからこんなにサウナ室がいい匂いなんだ。はあ、これすごいな。ロウリュ始まってないけど、これどうなるんですか？覚悟してます。ドラゴンっていうだけありますからね。Did what we could, my friend, but now we're at the end.Send me love and losing you is worse.
ます。めっちゃ良くないですか。なんてロマンチックなんですか。暗かったらもっと綺麗ですね。ここの椅子の数が多くて、あっちに もう同じくらいの数あるので、計10個ぐらいあって、整い待ちしないのも嬉しいし、整いスペースに屋根がついてるので雨の日でも安心して整えるし、逆にこの雨に打たれてる音が滝にいるみたい。自然、大自然の中で整えてるみたいで気持ちいいですよ。何でもプラスに変えられますよ、サウナに入れば。もう2セット目、1つのメディサウナに行きます。オープン。いい匂い。ネクタがあります。干渉用です。わー、何ここ、素敵、すっごい雰囲気、香りがいいですね。アロマロウリュだ。え、これは、え、セルフで全員できるってことですか。すごい。なんかいいですね、こうやってこうサウナ室にいるみんなでサウナを楽しむことができるの。で2杯もいいな。1杯で結構な量いけますけど。で、これを砂時計こう、あ、すごい熱い、気持ちいい、あー気持ちいい。メディサウナすごい好きかも私。このコンパクトな感じとサウナ室の雰囲気とかね、自分でロウリュできるっていうのも気持ちいい、最高です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。サウナラアンドサウナでは、私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。